ナス温泉郷摂症木金鉱産の湯の花。黄色い部分は、硫黄の反症。湯の花とは、温泉の不要性成分が析出、沈殿したものを指す。湯の花以外にも、湯花、湯の花、湯花など、複数の表一般に入浴剤などの用途で採取、販売されている。湯の花採取後継高温で湧き出した源泉が、大気に接触すると、温度差による、冷却。 溶媒成分の蒸発、酸素との反応などにより、厳選中の温泉成分や混在していた物質の沈殿が発生する。この不溶性沈殿が湯の花である。石質物沈殿物は、粒子状になって浴槽の底に沈んだり、糸状になって浴槽内を漂ったり、浴槽の壁面や湯口に付着する。浴槽内を漂う湯の花は、汚れと誤解されることもあるため、 注意書きを掲示している温泉施設もある。また、湯の花は温泉地においては温泉成分の沈殿物のみならず、硫黄鉱山原石粉砕品、原泉湯出地の石粉砕品、粉煙糖粘土かぶせ湯花、蒸気が付着したものなど多数の可能性がある。北海道にある温熱湯の漫画にや富山県にある荒湯の玉的石など湯の花が生きている交渉となることがある。 湯の花を集めて放送したものは、温泉地における土産の定番として広く流通しており、多くの温泉街で見かけることができる。湯の花には、硫黄、カルシウム、アルミニウム、鉄、ケイ素など様々な元素が含まれる。湯の花は、源泉の性質によって成分が異なり、主成分に応じて、硫黄化、硫酸塩化、石灰化、経化などに分類される。 例えば高温強酸性の草津温泉では、硫黄化、様々な泉質の別府温泉では、硫黄化、硫酸塩化、経化の3種類が得られる。天然の湯の花の採取にはいくつかの方法がある。明晩温泉の湯の花小屋大分県別府市の明晩温泉では、地熱地帯に湯の花小屋と呼ばれる荒吹小屋を建て、小屋の中に青粘土を敷き詰め、粘土から石室し、 結晶化した湯の花や苗板を収穫する方法が取られている。この方法により製造される薬用湯の花は全国で唯一医薬部外品指定であり、生産量も多く全国に広く流通している。湯の花の生成と採取、編集時熱地帯より紛失した流気ガスは硫化水素や二酸化用を含んでいる。これらが酸素に触れると加酸化用となり、 さらに水蒸気と反応して、硫酸となる。敷き詰められた青粘土の表面付近では、硫酸の濃度が上昇。これが、さらに乾燥すると、アルミニウム硫酸塩や鉄、アルミニウム硫酸塩を主成分とする湯の花が、針状結晶として得られる。青粘土を敷いてから5から6回程度は、湯の花が採取できる。粘土中の鉄が減ってくると、アルノーゲンの割合が増し。 さらにアルミニウムも不足すると二酸化ケイ素の積質が優先するようになる。こうして、用済みとなった青粘土は廃棄され、新たな粘土と交換される。歴史、編集この明板の製造は、江戸時代の1664年、渡辺五郎衛門が森半領の文後国早見郡鶴見村の寺市ユニテ初めて成功した。1725年には、脇義助が、 同じ鶴見村の明番温泉にて本格的な生産を行い、さらに隣接する幕府領の田村でも生産が行われ、産出量はこれを合わせると全国の70%を占めた。火薬の原料にもなる明番は、1730年からは幕府の専売品として明番会所が設けられ、独占的な取引が行われていた。明治時代以降、 中国産の安価な苗板が流通するようになると、もっぱら湯の花が製造されるようになった。別府で長年受け継がれてきた、この伝統的な湯の花製造技術は、1968年に別府苗板温泉の湯の花製造技術として、別府指定の無形文化財に指定され、2006年には同盟で国の重要無形民族文化財にも指定されている。もう一つは、 草津温泉の湯畑のように木製の問いに源泉を通して行う方法である。およそ2ヶ月ほど源泉を問いに流し、湯の花を積質させる。その後源泉を問いごとにせき止め、湯の花を採取する。それを乾燥室で乾燥させ、乾燥後、容器に詰め商品とする。草津温泉の人工湯の花は、元来、硫黄鉱山原石粉砕湯花と西の河原の源泉。 むしろ沈殿乾燥図り売り湯花が由来である。水道水の普及により、購入者から強すぎるという声が多く出て、塩素を除去、弱化させる炭酸カルシウムで、天然原料の時代から希釈して、皮膚弱者を守ってきた権威がある。草津温泉市では、草津温泉湯畑の湯の花が湯花化として紹介され、近隣イオ療鉱山で採集された湯が、イオ療化として紹介されている。 硫黄鉱山は昭和40年代後半には近隣の鉱山とも姿を消して脱流生成化学硫黄に成分が変更された。豪者は群馬県庁に人工化された新製品のサンプルを持参し相談をしたが法的に販売を禁止するべきものではないという県側の見解を当時得た。しかし許認可権に関わる見解ではなかったのでこの記録は 群馬県庁には残っていない。2006年末に草津温泉地区で天然の湯の花として販売されていた湯の花が実際には原油から製造されたように炭酸カルシウムを混ぜたものであったことが判明し、厚生取引委員会から排除命令を受けた。しかしその後も人工の入浴剤がパッケージを変更して販売されているのではないかという指摘がある。なお、 2017年3月現在、草津町が販売している湯の花は、上面に赤字で草津温泉湯の花と印字され、発売元が群馬県草津町と表示されている円柱状のプラスチック容器に入ったものである。これは年間約5000個ほどしか販売されていない。湯の花はその養分を生かし、古くは蜂の巣の下で燃やして蜂の巣、蜂の小鳥に使われたり、 モグラの穴にかけて、モグラよけ、林業の毒虫よけなど、寄肥物質として利用された。他にも、火薬や、電柱の外資の入浴剤として用いる場合、単体の用や、金属の硫化物を含む湯の花は風呂釜を痛める。対して、炭酸カルシウムや硫酸ナトリウム、硫酸カルシウムなどを主成分とする湯の花は、腐食性が低い。そのため、 ボイラーなどによる追い出き機能を有した浴槽で湯の花を使いたい場合はその成分を事前に確認する必要がある。硫黄の含量が高く発火性が強い湯花は 20kg 以上の保管、運搬において都道府県火災予防条例で保管の方法に規制が設けられている。発火、炎上を避けるために硫黄系天然湯の花を半乾燥の団子状態で販売する例もある。 また、発火性、引火性が強い湯花は、消防法の規定により、1 0 0ラム以上の保管、運搬において、政府の法令の規定を受ける。ありがとうございます。